皆さんこんばんは。さあいよいよ2月22日からボートレース桐生で開幕となります第6回 G2 レディースオールスター。今夜はですね、開幕直前スペシャルということで、選んでくれてありがとうファンのみんなと大女子会編と題してお送りしたいと思います。もうすでにチャット炎で待ってくださっている方も多いんですが、今日はですね4名の女子レーサーの方にお越しいただきまして、女子会のような雰囲気でレディースオールスターを盛り上げていただこうというわけなんですね。最後までぜひ楽しみにしてください。そして今日はレディースオールスターということなので、皆さんのチャットもできる限りご紹介したいと思っています。応援メッセージや感想などぜひボートキャストとボートレース公式 YouTube のチャット欄の方にどんどんと書き込んでください。私の正面にもですね、こちらは公式の、ボートレースオフィシャルのチャンネル、さらにはこっちにはですねボートキャストと、もう2大体制で準備しておりますので、早速来てるじゃないですか。もう選手の名前をですねこうやって打ってくださってる方もいらっしゃいますね。ハッペさんもイエーイということで、約1時間お送りしたいと思いますので、どんどんとこちらのチャット欄の方に書き込んでいただきたいと思います。さあそれではお待たせいたしました。準備の方はよろしいですか。今宵のゲストにご登場いただきましょう。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。来ました。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらが今日の大女子会のメンバーとなりますのでね、皆さん楽しみにしてください。それではお一人ずつご紹介いたしましょう。まずはですねこの方、ファン投票第3位高田ひかる選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。高田選手、今日ね大女子会ですよ。はい、はい、呼んでもらってありがとうございます。いや、言ってみればひかるさんがちょっと今日は引っ張ってくださるような感じですよね。そんな感じですか。今日はいつもの明るさでちょっとみんなを引っ張ってください。はい、はい、みんなついておいでや。よろしくお願いします。さあ続いてはですねファン投票第8位西橋奈美選手です。はい、お願いします。はい、今日もツヤっぽいカニカニお越しくださいました。前回確かレディースチャンピオンのね生配信に登場していただきましたけど、あの時なんか緊張するっておっしゃってましたけど、もう生配信大丈夫ですよね。大丈夫大丈夫。どっから声出してんですか。めっちゃ高音でしたけど大丈夫ですよね。慣れっこです。 OK、 カニ棒でいきましょう。カニ棒で楽しみにしておりますんで、よろしくお願いします。お願いします。さあ続いてはこの方です。ファン投票第15位実森美優選手です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか実森選手がリモートに出てるって、そんな他の選手ほどイメージないんですけど。そうですね、うん、緊張してます。なんかちょっと天然系の雰囲気が漂ってますよ。謎のちょっとこう雰囲気が。大丈夫ですよね、リモート大丈夫ですか。いやー不安なんですけど、うん、楽しみでます。なんて。楽しみます。楽しみます。楽しんでいきましょう。先輩と同期と後輩に囲まれて、もうのびのびとやってください。はい、お願いします。お願いします。そして最後はこの方です。ファン投票第25位嬉しい初出場、中村かなえ選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村選手やった、初出場。あ、はい、やっと選んでもらいました。嬉しいです。嬉しいですよね。はい、今日はですね初な感じ、ね、そんな感じしますよね。今びっくりした、初めてなんや思った、ね、はい、県外でした、いつも、ありがとうございます。いやでも25位ですよ、いかがですか。はい、いやびっくりしました、嬉しいです、ね、嬉しいですよね。はいはい、今日はどうですか。先輩と一緒にこうやってリモートトークということになりました。あ、はい、なんかみんな先輩だけど、もしかして自分一番年上じゃないかって今思いました。言わなきゃ分からなかった。あれ、サネはいくつ。そんな気がしますね、ちょっと。25です、私は。うんうん、あ、サネ25か。はい、25。何ですかその。
ちょっと不思議な探り合いなんですけど、これなんていうんですかね、結構あの出走表とかで当番とかは見るけど、あんまり年齢を人のやつは見ない。で、そうなんか、まあ、新しく出てきた子が若いと思ってたら、あ、意外と年いってんねやとか、そうですよね、もうめちゃくちゃ先輩やと思ってたら、うわ年一緒やったとか、そういうこととか結構、はい、ボートレース業選手あるあるなので、確かにそうですよね、あの年齢じゃなくて木なので、本当木が上だともう先輩に当たるわけですもんね、はい、だからの中村選手思いっきり甘えていいと思いますよあ、もうでも、はい、先輩たちもめっちゃ先輩にやっぱ見えます、なんかあのオーラがありますよねもう全然、はい、さすがなんかやっぱりこういきなりまとめてくれましたねしっかりしてるわ、理系上はやっぱり、いやほんまに、うん、いや違いますね、違いますね、もう皆さんもご覧になってるかもしれませんが、すでにねチャットの方でたくさんメッセージがいただいてるんですよ。もうかわいい、サミちゃんお疲れ様とか、ヒカルちゃんタオル買って応援してるよとか、カナエ選手初めて見れました嬉しいとか、すごいですね、嬉しい嬉しい、みんなメッセージいただいておりますので、じゃんじゃんとですねいただきたいと思います。やっぱりこういうメッセージっていうのは嬉しいですよね。うんうん、そうですね、はい、嬉しい、まあ、今回はねレディースオールスターということで、やっぱファンの皆さんと一緒にね楽しんでいただきたいと思います。まあ、なんといっても今回はレディースオールスター、ファンの投票があってこそのこの大会ということで、高田選手なんかこのレディースオールスターというのはどんな大会ですか？はい、やっぱその投票してもらわないと出れへん大会なので、そのいつも頑張ってるとかで評価してもらえるのがすごい嬉しいなと思います、しかも今回第3位ですよ。いやびっくりしました。はい、まあ、あの、まあ、何回か選んでもらって出させてもらったんですけど、はい、3位は初めてなので、はい、はい、嬉しいです、ありがとうございます。もちろんレーススタイルのっていうのもあると思うんですけど、高田選手としてはやっぱりどんなところがなんか皆さんが投票してくださったのかなって思いますか？容姿が可愛いところとかですかねだってみんな笑うところで、そうよ、みんな笑うところよそうやな、そうやな、そうやな、見た目ですね、もうやっぱりね元気さとあと可愛さよ高田先輩の愛嬌ですね。でもすごいですよね、高田選手のこの太陽のような明るさ、だって実森選手なんかもよく見てるでしょ、うん、そうですね、もうすぐ周りがファーって明るくなります、うん、絶対うせやってね、じゃあちょっと最初に高田先輩いじっとこうか、やっぱ明るいですよね西橋選手だっていじっとこうか言ってますよね。ヒカル先輩いらっしゃったらね、本当パーってパーってパーってね、やっぱ明るくなるし元気になるし、みんな楽しくなるし、楽しいパワーっていうか元気もらえますもんね中村選手。はい、もう三重支部皆さんいいですね元気で、はい、そうだよね、あのLED みたいな方よね、地球に優しいみんな明るくしちゃうっていうところですから、やっぱりそれが嬉しいっていうところもありますよね、本当にこんな3位でね、はい、ありがとうございます。逆にあの中村かなえ選手なんか今回初出場じゃないですか、はい、レディースオールスターっていうのはどんな風にご覧になってたんですか大会は？いやなんかもう超華やかに見えてました、うん、なんか、うん、なんだろう、キラキラしてる、まあ、あの王座とかもそうですけど、はい、まあ、なんか眩しいって感じでしたね。え、はい、今回初出場を決めた理由って何だと思いますか？去年やっと初輸出とかできて、うん、あの、まあ、目立てたとは思うので、うん、名前知ってもらえたかなって思います、はい、やっぱりその結果っていうのも大事なんでしょうね。はい、うーん、西橋選手はいかがですかこのレディースオールスター？あー、そうですね、まあ、私もだいぶ
去年じゃない前年度と比べたらすごい、うん、あの順位も上がってたんですごい、うん、もう嬉しいしやっぱ、うん、あの本当選んでくれなきゃ出れないあのレースなので、うん、本当ありがたいです、ね、やっぱりあの、うん、投票の中間発表とか気になるもんなんですか。えめちゃくちゃドキドキしてましたやっぱり、うん、中間見てうわこんだけやっぱちゃんと知ってもらったんだと思って1年間頑張った甲斐があるというか、うん、すごいそれは思いますね、うん、いやほらボートレーサーの皆さん、うん、ファンの皆さんのためにって頑張って走ってらっしゃるからやっぱりその結果の反応ってことですもんね。うんうんうんそういうことですねえ、うん、いや本当に気が気じゃないんじゃないかなって思ったりしますもん。うん、ね、うん、実森選手なんかどうでした今年のそのレディースオールスターに向けては。もうそうですね、うん、もう選んでもらえたのがすごい嬉しいので、うん、でも本当に投票してくださった方々のおかげで出れるので、うんうん、もうめっちゃ嬉しいですね。そうですよね、頑張りたいです、はい、やっぱりそういう身近な声援っていうのは常に感じていらっしゃいますか。うん、そうですね、なんかコメントとかももらえた時とかすごい嬉しいです、うん、ああそうなんですね。今回のこの投票数っていうのはどう映りました、うん、もう嬉しいって感じでしたねもう、はい、あれ実森選手は天然系なんですか。あいえいえ全然そんなんではないんですけど。そうなんですね、緊張してます。そうなんですね緊張してます、はい、とここは同期の西橋選手に聞いちゃおうかな。119期のあの実森選手ってどんな女性なんですか。いやミーはあの多分今みんな思ってると思いますけど、うん、語彙力がすごい乏しい子なんです感情を思ってあまり喋る子なんで嬉しいしか言ってないもんなめっちゃ嬉しいし嬉しいですってでもあの語彙力が乏しいけど嬉しいのは間違いないですよね。間違いないですちゃんとねすごい同期に語彙力が乏しいって言われるちょっとひどいいやそれは、ね、いいよもうねチャットの皆さんもすごいの名前がもうねかなえちゃん初出場まこちゃんなみって来てるし、あと高田選手頑張ってやとか夢を叶えろとかねあの高田ロケットを期待してます、うんうんうん、まくり姫頑張ってよとか4人でスクショタイム欲しいですって言ってますんでこれ後から作りましょうかねそうです ねスクショタイムは必要ですよね、うんねうんうん、実際どうですかこの4人の共通点でもちろん先輩後輩だったり実森選手と西橋選手は同期だったりってありますけどなんかそれぞれの共通点とかあったりしますか。あんまり師匠違うからないかな。うん、サネちゃんとか、うんうん、あんま喋ったことないよな、そうですねないよなっていうのも変やけど、うん、サネちゃんのことについてもっと知りたいです。わあサネちゃんリクエスト来ました嬉しい語彙力が乏しいは今日初めて知った一個しくれただってほら西橋選手と登板も2つしか違わないからそれこそね、うん、訓練自体からもなんかそばにいた感じですもんねいつも、うんうんうん、そうですね逆に実森選手から見たらやっぱり西橋選手っていうのはどんなイメージなんですか。もう なんて言うんですかね、うん、あでも明るい乏しいね乏しいね言葉の通りよ、ね、あでもサネちゃん分かる分かる明るいよな、うん、あそうなんですよもう無理やり合わせてくれてるやん、うん、光さん優しい高田舞さんさすがですですねやっぱりその独特の雰囲気ってなかなかほらレース中は勝利戦インタビューとかでもねもちろん仕事だったのでこういう雰囲気のってなかなか見れなかったりするじゃないですか。そういう意味では貴重ですよね、うん、この瞬間っていうのは、う
そうですね、普通ですもんね、うん、貴重だってこの4人の組み合わせもなかなかないかもしれないし、あんまりないですねこの4人は、ね、ないですよね、すごくだから新鮮だと思うので、だからみんなこうやってねメッセージくれてると思うんですよ、うん、あひーちゃんって来てますよ、かなえさんかわいい、みゆちゃん最高っつって、もうすごいいっぱい来てますよ、うん、ほら、すごい、うん、すごいですよ、見えます、ご覧になってます、見えます、そうなんです、ちゃんと見てます、ね、いっぱい来てますよ、あのかなえちゃん寝るなよって言われてるよ、本当だ起きてる起きてる、本当だ起きてます、かなえちゃん起きてます、起きてますね、起きてますね、起きてますよ、あと三国のロクちゃんからはルリナミコンビ頑張れって来てますしね、もうやっぱ皆さん、ルリさんおらんけど、そう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 、せやな、ツイッターとかでね結構西橋選手がルリカ選手とか上げてますもんね、わーすごい、そうですね、ね、いやーすごいですね、やっぱりあのみんな6号艇でも4人の頭から買いますねっていう方がいらっしゃったりして、やっぱりこれがやっぱりボートレースのレディースオールスターのファンの声援ってことになるかもしれませんね、はい、さて今日はですね4人の方に登場していただいているんですが、実はですね今回はレディースオールスターに出場する他の選手のインタビューもありますので、ちょっと皆さんも一緒にご覧いただきたいと思いますので、どうぞ。場所が桐生なのであんまり走らないので、今年は行けるのかなって不安だったんですけど、選んでいただけてすごく嬉しいです、お手柔らかにお願いします優勝戦乗れるように一層一層しっかり頑張ります、応援よろしくお願いします、本当にこの大会はファンの方のおかげで出れる大会なんで、はい、もう感謝しかないです、弟子もできたんで気持ちもより一層強くなってます、リモート盛り上げてください、はい、一層一層感謝の気持ちを込めて走ります、応援してください、そうですね、まさかドリームに乗れるとは思ってなかったんで、あのファンの方の投票のおかげだと思います、そうですね、前回の芦屋の大会で優勝することができたので、今回もやっぱりファンの方への感謝の気持ちを込めて優勝を目指して走りたいと思います、西橋さんと実森さんは、訓練中に選手編に行かせていただいて、うん、2人とも本当に一生懸命で、個性的というか、2人とも全然性格とかは違うと思うんですけど、ボートを好きっていうのがすごく伝わってきた選手だなと思ってて、今もそのイメージは変わってなくて、2人ともいい子なんで、はい、一緒に上を目指していきたいと思います、うん、はい、レディースオールスターたくさんの投票ありがとうございました、最終日まで精一杯走ります、応援お願いします、はい、メッセージいただきましたもうまずは小野選手にいい子と言われていた西橋選手と実森選手ねえ、訓練時代の時に小野選手に教えてもらったってことですよね、そうです、何回か来てくれました、その時に西橋選手、小野聖奈選手ってどんなイメージでした、もうちょっとやっぱりもう憧れの先輩ですもんね、そうですね、もう、バンバン活躍されてたんで、そんな中でもなんか訓練何回も来てくださってて、もうなんか遥か遠くのもう彼方上の先輩っていうか、すごい本当憧れというか、やっぱ女子でもすごい活躍されてるんで、そんな方がやっぱ間近で旋回とか見れたのがすごい貴重な時間でしたね、やっぱ、怖くなかったですか、聖奈先輩は、めちゃくちゃ優しかったです、本当になんか親切に教えてくれそうですもんね、そう本当に、ね、なんかその辺は実森選手思い出ありますか、でも日程旋回してもらってあの小野聖奈さんに似てしてもらってるなって感動しました、感動して、はい、でもめっちゃ緊張 しましたね、はい、そっか、憧れの小野聖奈が一緒に似て旋回やってくれてるって、ね、はい、なんか夢のようでした、だってオーラは絶対ありますよねめっちゃありましたね本当に、うん、
なんかちょっと実森選手が喋り始めるとみんなが心配してるっていうこのもうやめてくださいもうツボなんよな大丈夫かな、うん、もうみんな語彙力って気になっちゃう、ね、気になっちゃうよね気になっちゃうなんか、ね、トークが不良候補って書かれてますよ、うん、ひどいひどいもうそれだけちょっといじられキャラなのかもしれませんけどもねね完全にねでも今はその小野聖奈選手と同じ舞台で実森選手戦ってるわけですよ、うんね、もう先輩も後輩もないってことですもんね次に行こうすいません涙出てきますねなんかちょっとすいません全然いいですよ今日はそういう姿を見ていただくっていう子ね、はい、ファンの皆さんと一緒に大女子会ですからね大丈夫です中村選手なんかどうですか今3人のメッセージいただきましたけども今度はレディースオールスターという舞台で戦うわけですがそのあたりの思いっていうのはいかがですかもうねみんな格上の人しかいないなって感じが今見てて思いました、うん、なんか自分は出れることに今嬉しいって思っちゃってるけど、うん、やっぱそれだけじゃダメですねみんなしっかり上を目指してるなと思いました、うんうん、いやでも正直にまずは嬉しいってそこが一番ですよね、はい、いやそうなんですけど、うん、はいだってね今のメッセージの方でも中村選手は露出が少ないので謎が多いのでいろいろ突っ込んでくださいって来てますよあそうですか、はい、中村選手ってどんな方ですか西橋選手かなえちゃんも出てきた時からすごいしっかりしてるし、うん、もうなんだろうもうあの抜け目がないほううん、抜け目がないけど、うん、あのたまにこうやって、うん、あのフレンドリーに喋ってくれる時は、うん、あのたまになんだろうほんとなんかちょっとしたおちょこちょい感が出てくるから安心してました、うん、ちゃんとあの全部しっかりしてるわけじゃなかったから、うん、あよかったこういう一面もあってっていう、うん、確かにもうほら完璧だとねちょっとなんかダサいところからあるとほっとしますもんね抜けてたりするとそうそうちゃんとあ、うん、人間だったと思って怪物だった、うんうん、なんか失敗しない女みたいな本当それぐらい完璧でしっかりしてるから、うん、そうなんですねですそんなに中村選手って完璧なんですか高田選手かなえちゃん、うん、な完璧でもないあのなんていうんですかねあの、うん、私清水咲ちゃんとか仲いいんですけど、はいうんうん、と咲ちゃんが東京で、うんうん、かなえちゃんと一緒の部屋やったりするので、うん、宿舎が、はい、で咲ちゃんのところに遊びに行ってかなえちゃんがいるっていうパターンが結構多いんですけど、うんうんうん、なんていうんですかねあの距離の詰め方が上手というか先輩とかとのいや、なんていうんですかね上手なんですよコミュニケーション能力コミュニケーション能力が高いというか、うんうんうん、と裏表がないからあ、うんとそのまあ、さきちゃんがこう結構ボケキャラというか、うん、なんですけど、うん、かなえちゃんその無茶ぶりにも結構ちゃんと付き合ってたりとか、うんうん、なんかそういうの上手やなっていうイメージです。確かにもう理系女のイメージが多いのですごく硬いイメージがあるかもしれないですけどめちゃめちゃあの愛嬌ありますもんね中村選手、うん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 、ねえ、うんうん、本当ですか語彙力も豊富サネモリ先輩よりはサネモリ先輩よりかはねそのサネモリ先輩はどうですか中村選手のイメージはそうですね、うん、なんか後輩だけど聞いちゃいます、うん、こっちがいろいろあれあれどうだったっけみたいな、そしたらかなえちゃんはなんかあれはなんとかでってこうすごいスッて教えてくれる感じでもうあのあ分かる分かる頼りがいがある頼りがいがあるそうスッて確かに、うん、この中では一番後輩かもしれないですけどなんか一番しっかりしてるところも見せるかもしれないですよね
うんうんうん、ねえ、ご自身では多分そんな意識ないと思うけど、はい、中村選手は。そうですね、年齢ですね。いやいやいや、それだけじゃない、絶対それだけじゃないですね。ね、的確に何かものを判断する能力ってのあるのかもしれないですよね。そうそうそう、その部分はきっと持ってるのかもしれませんよ。はい、さてツイッターの方も今ね1200人の方が見てくださってておりまして、いっぱいいただいておりますね。120番人気さん、プライベートではみんなボートの色の服着るんだねっていうコメントだったり、あとはミスターよもぎもちさんがね、サネモリさんだけ海外って来てますよ。海外、うん、あそういう、なんか緑ってこと、違うかな、いやなんか北欧っぽい、国王っぽい、多分あの韓国のじゃないと思いますよ、そういう意味じゃないか、ごめんなさいごめんなさい、そういう意味じゃないと思うけど、マジごめんなさい、あのトークの間合いが長すぎて一人だけ海外にいてちょっと通信が遅いみたいに思われてるみたい。すいません、説明させてしまってすいません、辛辣。そうそう、広島そんな遠くないもんね。遠く広島です、ね、遠くないもんね、うん、遠くない遠くない、うんうん、遠くな い, 遠くない。あとはね、谷原チャンネルさんはナミちゃんはしっかり者やなってきてますね。お、やったやった、しっかりしてる、うんうんうん、ナミちゃんもしっかりしてる、そうそうそう、あと、うん、裏表ないのはダーヒーもやろってきてますし、ね、そう見えてますかね。なんか高田光選手はどこを取っても高田光みたいな、金太郎飴みたいな感じがするんですよ。いつでもどこでも24時間すごい例え。でもそうですね、うんうん、いやだいたい初めての人とかも、うんうん、15分喋ってたら高田光の9割は分かるって言われます。本当に、はい、もうだってチャットの方もね、みんなダーヒーっつって、もうすごいなんかお友達かなって思うぐらいすごい親しみを持ってね、メッセージくれてるんですよね。はい、ありがたい。さちくんさんも高田さんが3コース入ると絶対参加度期待しますって。はい、うん、あとはね、高鉄さんはこの4人みんな周年記念撮ってほしい、撮りたい、撮りたいね、撮りたい、撮りたい、撮りたいですね。あとはもうやっぱりかなえちゃんは賢いからねっていうメッセージも来てますね、うん、本当にいっぱい来てる、すごい、うんうん、すごい、すごい、もうすごい、すごいいっぱい来てる、たくさん来てますね。えじゃあちょっとですね、ここで今回はファンの皆さんにもね、やっぱり一緒に参加していただこうということで、実は今回 JLC 公式のツイッターにて事前アンケートを行ったんですよ。ですから皆さんについてこうファンの皆さんに質問して答えてもらったんですね。はい、実はまず質問なんですが、この4人の中でペアボートに乗せてもらえるなら誰っていう質問です。皆さんだったら誰ですか、この4人で。はい、一番乗り誰、挙手、挙手。はい、ひかるさん、はい、はい、はい、私かなえちゃん。なんで理由をみんなに聞こう、ね、なんていうんですかね、うん、まあ、ペアボートというよりかなえちゃんが見てるスタートの景色を知りたい、うん、うわそういうことですか、うん、確かにかなえちゃんになりたい、うん、はあ、すごい探求心が、なるほど、かなえちゃんの目、うん、に乗って私の目をつけて乗ってほしい、うん、いや、まあ、でも私もひかるさんの、うん、そのなんか特殊な感じ、なんか多分今まで進んだことないような伸び感を見てみたいって思って言いました、うんうんうん、同じですね。じゃあ同じボートレーサーの目線としてやっぱ見てるってことなんですね。ペアボートに乗るっていうことよりもその目線ってことなんですね、レースに向けてのね。目線知りたい、ね、お礼ちゃん、西橋選手は誰ですか。私久しぶりに、うん、ミユの旋回を間近で見たいです。ははそのミユの旋回というのは、そうですね、やっぱ、うん、5コースとか、うん、まくり差しとかもすごい
あの鋭利なまくり出し刺す時とかもよく見るんで、うんうん、なんかそういうのとか、はい、まあ、やっぱあのなんだろう、あの、まあ、何年もう5、6年経つか、うん、6年デビューしてから経ちますけど、うん、やっぱなんかどっかでなんかヤマトの意識がなんか抜けないっていうか、うんうんうん、そうそうそう、だからなんかね、あの日程とかも今までやっぱデビューしてからやったことないんで、うん、あないよね、だからなんか間近でちゃんとハンドルどんだけ入れるようになったんかなんか見てみたいっていうか、あでもそれ見てみたい見てみたい、あ、ね、うん、まあ、やっぱりボートレーサーの目線って感じですね、うん、それぞれ、うんうん、じゃあ実森選手は誰に乗せてもらいたいですか、うん、これでも私も本当にナミですかね、やっぱり、うんうん、いやナミの、うん、ね、やだやだやだいやなんかナミ の、 あの男みたいな、うん、あの旋回を体験してこの怖さをなくしたいです私は慣れたいこうスピードに、こんなのかって、うんうん、そうですよね、皆さん自分でボートを操ってるから、うん、自分の体感とか感覚分かってますけど、人のその感覚とかスピードとか景色はやっぱ違うってことですよね、選手が違うと、うん、そうですね、面白い、これすごい意外にいい質問だった、はい、で実際にファンの方はどう思ってるかということなんですよ、ペアボートに乗せてもらえるなら誰ですか、はい、という質問で、まあ、1位から4位までもちろん出揃ったんですが、まずはですね4位と3位を同時に発表したいと思います。こちらです、ドン、こうなりました。そういう感じでございます。どうですか。こういう形式でちょっとお届けしようかなって感じなんですけどね。はい。ね、面白い。不思議なランキング。ね、ほうほうほう、ちなみにあの中村選手もやっぱりペアボートとかってね、うん、ファンの方を乗せたこともきっとありますよね。若手の頃とか。あ、そうですね。うん、はい。あのでも1回しかないかな。江戸川で。そうですか。はい、やりました。そうなんや、はい、しかも江戸川なんで、はい、江戸川、そう江戸川で初めてやってあのめっちゃ怖かったです、はい、緊張しますよね、緊張しました、ね、ファンの方とかどうでした、はい、反応は、いやなんかめっちゃ怖かったって言われた気がします、うんうん、そうですよね、多分あのボートレースファンの方も実際乗ってみるのと見るのじゃ全然違うって言いますもんね、ちょっと今聞こえなかったかな、というわけで中村選手が4位で実森選手が3位です、実森選手乗せてもらいたいっていうアンケートで、うんうん、3位だったよ、やったやったさあというわけであとは1位か2位かどちらなんでしょうね、それでは1位と2位はね同時に発表したいと思います、それでは、はい、ペアボートで乗せてもらえるなら誰、1位と2位はこちらです、ドーン、出ました、すごい、なんやこれ、ねえすっごいクラッカーが一人だけついてるし、うん、本当だ、ね、すごい豪華、そうなんですよ、うん、だからちょっとねチャットの皆さんもあの書いてください、ぜひね、うん、なんでその理由だったのかっていうところをね、なんでこの方にペアボート乗せてもらいたいのかということで、まあ高田選手が2位で西橋選手が1位ということになったんですけど、やっぱり高田選手なんかは意見として3角になってまくってほしいとか、はい、そう3角からこう飛び出すのを一緒に体験したいとかあ、はい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 、ですからそのもちろんねペアボートなのでそんなスピードも出せないんですけど、やっぱその一緒に乗るってことでね、はい、体験したいみたいな感じらしいですよ、あのこうまくりに行くっていう感じが、ぜひこういうコロナ禍が落ち着いて、うん、ペアボートとかイベントが再開したらぜひあのボートレッスンに皆さん来てください、ね、そうですよね、はい、今素敵利用になったら、はい、やっぱりね、はい、西橋選手が1位なのはナミちゃんと同じ金沢だからっていう方とかそういう石川、うん、そうなんか同郷とか、はい、あとはね高木さんなんかは豪快な旋回するところを見たいとか、あ、うん、
っていうところありますね。見せましょう。見せましょう。見せましょう。ぜひぜひ。そう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 。やっぱりあいいこと言ってますよ。あのともかさんがねペアボートは2位かもしれないけど、うん、レースは1位だよって来てますよ。はい、ありがとうございます。え、私ですよね。私ですよね。そうですそうですそうです。みんなやっぱね、なんか代品は怖いな、課金しなさそうとか。いや、もちろん、はい、手は抜けない性格なので、全力でやります。もう怖がってる人がいる、代品は。やっぱそういうイメージがあるんですね。うん、加減しなさそうとかね。あとはやっぱり体が飛ばされそうっていうのもありますけど、あとはね、うん、西橋さんの後ろに乗ってやっぱまくり差しが見たいとか、そういう意見もありますね。あとは、みゆちゃんの、ターンを経験したいっていう、やっぱその西橋選手と同じ目線でね、見たいんでしょうね、その体験、近まくりっていうところもあったりするし、いやバニーさんも江戸川のペアボートは全国で一番怖いでしょうねって金井選手に対してやっぱり送ってきてくれますけども、まあ、あくまでもね、はい、乗せてもらえるなら誰ということなので、1位から4位を発表させていただきました。さあ実はもう一つあるんです。はい、もう一つはですね、私服がおしゃれだと思うのは誰。はい、来た出た出た、そういうことね。そういうことな。はい、なんかちょっと今回もスタッフからなんか言われませんでした。言われましたね。はい、お気に入りの服を着てきてくれって、めっちゃ困りました。ね、もう、困らせちゃった。困りましたね。あちゃちゃちゃ、そうなんですよ、実はね、私服がおしゃれだと思うのは誰っていうアンケートを取ったので、今日は皆さんにお気に入りの衣装で着てくださいっていうことだったので、だからちょっとなんか雰囲気も違うかなって思っちゃったりするんですけど、やっぱ違いますよね、お気に入りの洋服っていうのは。女性はちょっとこう、ね、洋服で気持ちがシャッとしたりするもんね。そういうとこありませんか。ね、はい、いや難しい、お気に入りの服、ねえ、大体持ってるもんってみんなお気に入りじゃないですか。確かに確かに確かに、そのなんですよ、その中でえりすぐりの、うん、あそうって感じかな。でもちょっと色のイメージも変わってますもんね。でちょっとね、アンケートの結果が出ましたので、早速発表したいと思いますが、ちなみに皆さんの中でおしゃれだと思うのは誰ですか、この中で。まあでも私服ってあんま見ないですもんね。普段カッパとかしか上手着しか見てないんで、なんとなくのイメージでもいいですけど、おしゃれそうとかおしゃれ番長だなっていうのは。あ、でも高田ひかるさんはやっぱ髪の毛がおしゃれ、色がおしゃれだから、もう絶対おしゃれ番長だなって、と思ってます。ちょっと誰が1位だと思います。ひかるさん、かなえちゃん、ほう、え、西橋さん。意見が分かれた。ね、分かれてるね。それこそあの、コロナじゃなかったらね、皆さんも入り待ちとか出待ちができてたんで、今ちょっとね、本当禁止となってますけども、そういう意味では私服を見ることもなかなかないですもんね。そうですね。あのチャットの皆さんはね、原田さんは緑の服を着れる実森選手はおしゃれ感があるっていう意見。緑の服ってハードル高い。あ、やっぱそうなんですか。あ、そうか。あとはかなえちゃんかなっていうダーハラチャンネルさんとか、皆さんもちょっと予想してくださってますね。かなえちゃん一択。高田ひかるちゃんジャージとかスーツとかいうコメントがすごい出てますけど、一応ジャージとスウェット以外も持ってます。イメージでしょうね。なんかスポーティーなイメージがやっぱりこうあるっていうか、髪の毛の、さっき実森選手も言ってましたけど、こう髪の毛のこうおしゃれを楽しむイメージがあるから、余計ちょっとシンプルなみたいな感じもありますもんね。そうですね、髪の毛と服が喧嘩するので、服は割とシンプルめが多いです。なるほどね。そう、ジャージじゃないんですよ今日は。ちょっとお気に入りの服で着てくださってますからね、皆さん。あ、確かに直地さんが、みゆちゃんはデートの私服っぽいって。確かに可愛い。本当ですか。
この中ではデートっぽくないですか。うん、デートっぽい。この中では、ね、この中では、うん、デートにこう行きそうな感じっていう雰囲気ですよね。うん、そう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 。西橋ちゃんはバイクのつなぎってきてますよ。いや、つなぎはイメージですね。っていうか、みんなよく知ってますね。やっぱりね、みんなよく知ってる。さあ、じゃあ結果発表に行きましょうか。私服がおしゃれで思う、噛んじゃった。私服がおしゃれだと思うのはこの4人の中で誰ということで、ここは1位から4位まで一斉に発表したいと思います、はい、こちらです。ドン。マジ、ちょっと待って、やばくない、やばすよこれ。西橋さん総取りですね。総取り、総取り。あの一番面白くないやつですよ、企画としては。他の3人は、うん、すいません、あの譲ります。ちょっと待って、高田選手が4位、うん、はい、なんちゅうこと。ちょっと納得いかないですね。納得いかないですよね。そうですね、納得いかないですね、うん、なるほど。じゃあ逆に3位の中村選手、この順位はいかがですか。あ、さっき4位だったのでそれよりちょっと嬉しいです。さっきなんだっけ、なんかあ、ペアボードか、かわいい、はい、的確に判断してますね。そして実森選手が2位、はい、はい、この結果いかがですか。いや、でもまあ、さっきより上がったんで私も嬉しいです。同じ。そしてなんと連覇になったのが西橋選手1位でした、うん、ありがとうございます。さすがです。あくまでもイメージっていうことですけど、でも1位になるのは嬉しいですよね、うんうん、そうですね、本当に光栄です。いや、でもせっかくだから今日はね、皆さんのその私服がおしゃれだと思うのは誰っていうアンケート通りなのかどうかということでね、ちょっとそのお気に入りの服を紹介してほしいんですよ。じゃあまずは4位からいきますか。高田選手、そうですよね、今日お気に入りの、ね、はい、服出すのだからアピールしたいですよね。ファッションのポイントは、はい、オフホワイトっていうメーカーの、うん、メーカーって言ったらもうあれですか、トッシュですか、全然、ブランドの、はい、黒いパーカーを、紐はリボン結びにしてます。見えますか。すごい、見えた、あ、見えた、見えた、あ、かす、あ、本当、はい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 、あ、そう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 、うん、はい、で髪の毛は派手なので、うん、はい、服はシンプルに、うん、でちょっと流行りのサイズ大きめで着てます、うん、メンズです。めっちゃおしゃれさんやん。ねえ、しかもあの黒をこうやってシンプルに着こなして、あとほらそのマークもブランドも可愛いし、あとちょっとチラリと見れるそのネックレスなんかもいやらしくないし、あ、いやらしくない、ありがとうございます。そうなんですよ、これ、うん、よく気づきましたね、嬉しい。本当ですか。はい。大事なもの、はい、大切なもの、お気に入りです、うん、かわいい、はい、お気に入りの赤色の、うん、あ、かわいい、はい、四つ葉のクローバーのネックレスです。っていうか見えても色のコーディネートパッチリっすね、うん、そう、結構、まあ、差し色で赤色を使うことが多いです。いや、じゃあせっかくなので、うん、ちょっとチャットの方でもね、さっきスクリーンショットタイムが欲しいとかおっしゃってたんで、まずは高田光選手のちょっとポーズ、決めポーズを決めていただきたいんですけど、ワンショットで。そうでやってくんな。ちょっと待って、ね、それだけなんだ。いきますよ、せっかくだから。いきますよ、どうしよう、はい、それではスクリーンショットタイム、高田光チャンス、レッツゴー。ネックレスは自分で買いました。4、3、2、1、サンキュー、ありがとうございます。ちょっとスタッフから5秒って言われたけど、5秒は長いよね。あ、5秒、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしかったよね、うん、失礼しました。でも可愛い可愛いって来てる、ピカリン最高って、ダーヒー可愛いやんって来てる来てる来てる、あ、いいです。ほら、皆さん可愛いでしょ、そう、意外とそういうの可愛いってやっちゃって、可愛いってやってください。女やってきてますよ、相馬さんが。ありがとうございます。ここ4位ということでしたけど、はい、おしゃれに気に入ってもらいました。じゃあ続いては3位の中村かなえ選手、今日のファッションのポイントは。
はい、私なんかあのパステルカラーっていうか薄い色のカラフルな色がとにかく好きなんですけど、はい、でしかもなんか統一感のない色とかがすごい好きなんですけど、それ褒めてんですか？褒めてないですか？これ今日はあの、うん、大好きなレモンシャーベットっていうアイスクリームの色があって、うん、その薄い黄色で気に入ってるので着てみました、うん、いや似合ってますよ。そうもう黄色じゃないですよね、レモンシャーベット、レモンシャーベットの色ですね、私が勝手に呼んでるだけだけど、いや、はい、確かにそんなちょっと淡い感じもしますもんね、うん、はい、あの、うん、はい、あの31のレモンシャーベットちょっと爽やかな感じのね、イメージしやすい、しやすい、はい、それこそ甘いやつです、うん、高田光選手同様ね、ネックレスもワンポイントで、はい、あ、そうなんですよ、これも青い地球、地球なんですよね、回るんですけど、なんか、うん、すごい日本列島があって、あ、そう、うん、日本列島があって、え、日本列島なんですか？まあ、地球、あ、まあ地球で、うん、海で大陸がこうあって、お気に入りです。いいじゃないですか。はい、あのこういう宇宙ってかスタージュエリーってやつなんですけど、はい、なんかこの北斗七星のやつとか、うんうん、この月の時計とか、うん、これ地球のスケースとか、ちょっと、なんか。オタクみたいですよね、理系女って言ってましたよ今、理系女ってオタクじゃないです、宇宙だと理系になるのか、関係ないんですけど、普通に可愛くて好きなだけです、うんうん、はい、いい雰囲気ありますもんね、うん、こういうイエロー、うん、シャーベットっていう例えがいいですね、はい、レモンシャーベットです、はい、いや黄色じゃなくて、ね、黄色じゃないレモンシャーベット、これずいぶん違う良い言い方ですると、ね、イメージが違いますもんね、はいはい、さあ見事にですね、このファッションポイントを2人が話してくれましたんで、続いては2位の、あ、そう、縮小タイムだ、縮小タイム、なんだ、あ、忘れてた、怒られちゃうよ、ほら、かなえかわいいな、かなえ来てる、かなえかわいいなって来てるから、おしゃれすぎって来てる、ほらみんなかなえさんファンの方スクリーンショットタイムいきますよ、それではとびっきりの笑顔で中村かなえ選手のスクリーンショットタイムお願いします。3、2、1、ありがとうございますありがとう、サンキュー、はい、恥ずかしい、みんなやってくれてありがたい本当にありがとうございます、もう危うくスルーして中村ファン選手のファンの方に怒られるところだった、大変大変、惜しかった、今ちょっとドキドキしてた、うん、大丈夫、そういうのちゃんと上から指示が入りますからあ、ダメだったさすがです、さすがです、もう上の人はしっかりしてますからね、さあ、じゃあ続いては実森選手、まあ、素晴らしく今ね、はい、2人がファッションのポイントを喋ってくれたんで頑張ってみましょうか、今日のポイントは緑が好きで、うん、あの緑買いました、そうだろうね出た出た出たぞ出たぞこだわりはあでも、あ、はいはいはい、なんかちょっと着痩せするかなって思って、あのなんかちょっとこうか体隠れるみたいなやつを買いました、そうなの、そんな似合ってるよ、はい、むしろこのねカーディガンのこの襟元のそのラインとか喋ってほしかったな、可愛くないですか、あ、これこれですか、そこじゃなくてこっちかな、カーディガンの襟ですか、カーディガンのね襟、うん、ほら可愛くない、ちょっと髪片方な、可愛い、うん、何ですか、そうそう、なんかカーディガン、ほんまやほんまや、可愛い、え、何何何可愛いからどういうことあのカーディガンのそのなんていうの、この襟のところがちょっと違いますよね、普通の、うん、なんかシャッとしてない、可愛いですよ、ありがとうございます、え、ちょっと待って、私だけそこが可愛いと思ったの、皆さんどうですか、いや同じ、そこ可愛いですね、はい、あの正直タートルネックには目がいかなかったっすだって普通カーディガンだとここって V 字の V 襟じゃないですか、うんうんうん、でもちょっとなんかこうアクセントついてますよね、
そこを見たかったんですけどね。あーそこは色で決めました。てか V のところですってば。すいません緑が好きなので、はい、話戻っちゃった。いいか、うん、いいかいいか、それしかちょっと、うん、はい、こだわりは特に、うん、でも一応なんかこう背景も観葉植物緑入ってますもんね、うんうん、あそうなんですよ、ねね、あの観葉植物と、うん、観葉植物を売ってます。反対だけど、うん、観葉植物そうやな、逆やんか、はい、オッケーオッケー、面白すぎる、すいません。もうね、はい、みんなもね天然やなっつって純粋やな、うん、キャビットルとか、うん、天然すぎんか、時差ありすぎやろサネちゃんっつって来てる、うん、じゃあちょっとサネ様のね可愛すぎるスクリーンショットタイムとなりますので、うん、じゃあセネモリ選手いいですか、スクリーンショットタイムいきますよ、はい、3秒間ですからね。それではサネモリ選手のスクリーンショットタイムお願いします。3、2、1終了。なんかセリフがありそう。急にポーズ取りましたもんね。いやーもうちょっと、うん、もうだってあのミュウさん全部美味しいとこ持っていきますやんって書かれてますよ、うんうん、本当ですか、うんうん、後ろで西橋選手が泣いてるのもちゃんとチェックされてる。うん、めっちゃ笑ってくれるから、もうどう、うん、いやーずっとこんな感じだったら訓練時代大変だったでしょう、うん、西橋選手。いやもうなんかやばいですよ、うん、本当抜け抜けで。いやでも、うん、そんな雰囲気であんな豪快なターンするんですからね、なんかギャップ萌えですよね。どっちが本当なんですか、あのレースっぷりの実森選手と今の実森選手はどっちが本当なんですか、実森選手。でも今ちょっと緊張してるんですけど、本当はもっとあの大人です、大人っていうもっとしっかりしてます、ちゃんと、はい、大人です大丈夫、みんないい大人だから大丈夫。癒されるわ、うん、ね、スクリーンショットタイムいただきましたんで、うん、さあじゃあですね1位に輝きました西橋選手、はい、涙の方は大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫ですか。よく言っておりました。さあ今日のポイントは、今日のポイント、はい、もう私は着心地で、はい、このふわふわなパーカーが好きで、あの黒で、まあ、なんか袖にこんな感じで、本当だかっこいい、かわいい、ふわふわ、うん、ちょっと長め、ちょっとな、そうな感じが、ゴミついてた。愛嬌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 。じゃあどっちかっていうとその素材感だっていうのがいいってことですよね、ふわふわ感が。そうですね、うんうん、もう冬なんであったかく、うん、あのいます。へ、じゃあ1位になったんで伺いますけど、なんかこだわりとかってあるんですか、ファッションのこだわり、うん、意識してることとか。まあなんかフロントよりもなんか、うん、あのバックプリントとかなんかちょっと好きですね。うん、これあるかは忘れたや。本当後ろ向いてくれば見ますよ。忘れたや。思った。忘れたや。忘れたや。なし。あらへん、あらへん。ないです。なし。あらへんだ。こんな感じで。なかった。なんかズボン可愛い。ズボンバリヘアギアで、うん、あー、ほんとだ。ヘアギだったんか、ヘアギはずえわ。待って、ちょっとヘアギの人に負けてんのランキング、私下ちゃんと履いてんのにごめん。ヘアギの人に負けてます、高田さん。はい、下ちゃんと履いてます私。そうか、一番こうゆるっとこう私服で登場してくれたのが西橋選手かもしれないですね、あんま意識せずに。あの素の奈美ちゃんですね、あの素の感じですよね。まあ素の奈美ちゃんですね言うても、素の奈美ちゃんその知らんけど、プライベートの知らんけど、でもうね、レース上でしか知らないですもんね。うんうん、そうですよね、レース上だとなかなか私服ってとこにも行きませんからね、うん、いやでもみんながいっぱい突っ込んでますから、
こうやってね、確かに部屋着の人に負けたはさすがに笑ってまうからっていう気合いすいません西田選手がまた立ってくれたから、あの匠さんなんかは安心してください、履いてますよっていうコメントもくれたりとか、履いてます、あとやっぱひかるちゃんは元ヤンっていうメッセージも来たりとかね、絶対言われますよね。え、待って、その絶対言われるって何ですか、言われませんよ髪の毛の色のイメージで何か言われそうだなと思って本当や言われませんよっていうのもあれですけど、うん、まあ、うん、言われたり言われやんのりです、うんうん、絶対ではな い, いや言われてますね、でも言葉正しく言われてるんですね、できちゃった、あのここでみんなのなんとか見てますけど、なかなかね私服が見れないので嬉しいですっていう小林さんがメッセージいただきました。そうですよね、実際ないですもんね、はい、さあというわけでスクリーンショットやったっけ、西橋選手やってないね、やっとこ、やりましたよ、やったっけ、やってない、やってない、さあ、これね1位だからやらなきゃダメですよ、1位だから。それでは西橋選手1位ということでね、私服がおしゃれだと思うのは誰ということで、それではスクリーンショットタイム、皆さんいいですか、準備の方は、それではお願いします、3、2、1、カシャ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 カニ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 バッチリ、ちゃんとカニポッポも喜びしてくれます、ありがとうございます、カニカニいただきました、ちょっとだんだん涙でちょっと見えなくなってきたけど、ね、はい、わかるわ、だからこういうアンケートもない、なんか、うん、いや、カニボーのポーズとかええなと思って、うん、私もツッキーのポーズ募集するんで、誰か教えてくださいいいですね、そうですよね、難しいですね、言うてくれたらこれから自分のものにするんで、うん、ツッキーのモノマネとかモノマネ、ツッキーはもういるだけですもん、ツッキー、そうか、そうツッキーおるだけなんで、そうか、はい、そうか、キャラクターによって違いますもんね、うん、ポーズができるキャラクターとなかなか難しいキャラクターもいますもんね、はい、はい、じゃあちょっと4人のねそれぞれのスクリーンショットいただきましたんで、じゃあ先ほどですねレディースオールスター出場選手のインタビューご覧いただいたんですが、実は後半ということでまだまだあるんですね、それでは、はい、こちらをご覧いただきましょう。そうですね、毎年毎年本当にたくさんご投票いただいて本当にありがたい限りです。成田大好きです、本当に朝もゆっくりできるし、はい、大好きです。西橋奈美ちゃんとか、はい、気になりますね、はい、いやもうレースがすごい上手で思い切りあって、本当に教えてもらわないといけない人です、はい、まあ、みんな教えてもらわないといけない人ですけど、奈美ちゃんは本当にターンのなんかメリハリとかキレがすごいなって思います。たくさんご投票いただいて本当にありがとうございます。今年は、貪欲に、もっともっと活躍できるように頑張っていきます。キリュウも応援してください。やっぱりファンに選ばれないと出れないので、はい、いつも上位で出させていただいて嬉しいです、はい、まあ、実際3位なんで今年初めて出れるんで、ね、嬉しいです、うん、ねえ、まあ、お楽しみということで準優に乗れるようにまずは予選しっかり走りたいと思います。聞いたことね、ありますよ。どうぞ。高田ひかるは私が左におるときはまずチルトを跳ねるな西橋ちゃんは私がうちにおるときはまくり出してくるなサネはまくってくるな、はい、かなえちゃんは、スタートを控えなさいどうですか皆さんさすが奈々さん、ねえ、奈々さん、いや、ちゃんと平高選手ちゃんとみんなに言ってましたよ、うん、まず高田選手チルと跳ねるな、はい、跳ねてくるなそう言われるとどんどん跳ねてまくりたくなりますよね。そうですね、まあ普段奈々ちゃんすごい仲良くしてもらってるんですけど、うんうんうん、まあ水面出たらガチなので、うんうん、はい、はい、奈々ちゃんも
まくれるように頑張りたいです。そうですね、はい、そして西橋選手は、うん、まくりざすな言われてましたけど、いやそんなん言われたらまくりざしたくなりますねもう本当あのね、師匠の松田優輝選手がジャックナイフって言われてますけど、本当西橋選手も本当ジャックナイフ女版みたいな感じの見事なこうまくりざしって感じですもんね。いや嬉しいです先輩からそう言われてるんですね。ねえ、いや桃香さんからもあんな風に言っていただけて、うもう嬉しいです、うん、本当に、うん、やっぱりそういうコメントっていうのはどうですか、うん、同じね土俵で戦ってるって感じしますよね。いや本当なんかもう、うん、あの後輩なのにあんなこと言ってくださるのは本当にめちゃくちゃ嬉しいし、うん、ねもう全然もうなんだろうな、もう私が聞きたいこといっぱいあるのにそんなこと、うん言わないでって感じですよね逆になるほど、ね、でも素直に喜びたいですよね、うんうん、そしてサネモリ選手はまくるなってナナさんにサネって呼ばれるのが嬉しいですかわいい、はい、いつも呼ばれてるくない？あそうです、うん、あのあれがもういつもキュンってキュンってしますね。だいたいどうやって呼ばれるのが多いんですか、サネモリ選手は。あでもみゆかサネか、うんうん、サネちゃんですかね。まあ、また平高選手がサネっていうのがまたなんか似合ってますよね、平高選手の呼び方とはね。なんかちょっと平高選手がみゆちゃんっていうとなんかちょっと違う感じですもんね。うん、あ確かに、うん、あじゃあ、うん、結構サネに燃えてる、燃える感じ。そうですね、ちょっと皆さんに言えたらキュンってしますね、はい、じゃあまくるなって言われたからじゃあまくりざしていいんだよっていう方もいらっしゃいますよ。頑張りますそして中村選手はスタート控えてって、はい、でも中村選手の持ち味ですよね。やっぱりスタート行って一気にっていうのはその辺はどうですか、ご自身のレーススタイルとしては。そうですね、まあ、前々からなんかスタートだけしかちょっと行けてない感があったんですけど、うんまあ、おかげでこうレース参加いっぱいできたから、うんうん、まあそれも生かしつつ他を上げていきたいです、うん、他も頑張りたいです、うん、下手なんですけど。いやいやいやそんなことないですよ。でもやっぱりこうやってレディースオールスターに出場できるってことは皆さんもそのあたり絶対期待してるってことですからね、中村選手に対して。はい、全速で頑張ります、うん、得意ですもんねそう全速はねいいスタートいけるようにってことで。さあというわけでね、はい、ちょっと皆さんのねチャット本当ね全部ご紹介したいんですけど、うん、たくさんいただいたんで、少しご紹介いたしましょう。スタート早いのは何学に、ん違う、行くな、あ幾何学だって、幾何学に強い証って寛一さんが言ってますけど、中村選手そうなんですか。あそうなんですか、幾何学、あまあ、うん、幾何学まあそうかもしれないですね、立体で見るし、うん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 、なんかそういう方もいらっしゃったあとはね、タツさんは典型的な北陸美人ですね、西橋選手って来てますよ。ありがとうございますなんで声変わったんですかどっから出てんのなんで声がキャラ変わったんですかちょっと2トン2トンぐらい上げましたびっくりしちゃった、いい声、ちょっとなんか声優さんもいけそうな感じでしたねあとは直地さんが天然すぎてお腹痛い、これはサネモリ選手のことでしょうね、でしょうね、間違いないですね、間違いないですねこれ間違いない感じですね、うん、あと高田選手の黒のパーカーは男性からしたらいいかもって、女性がねおしゃれすぎても困るって。ありがとうございますなんで言ってしまって、なんか声あれなんか同じトーンが高くなったけどなんか全然違うんですけど、高田選手ちょっとあかんかお姉みたいな感じになってましたけどあれ大丈夫ですかはい、今日でこのキャラ呼べますはいや、はい、今この瞬間を呼べます。やっぱりレースだけじゃなくて3位になるゆえんってことですよね、自信持っていただきたいと思いますはい、さあちなみにね、あの皆さんが4人の買い時はどこですかって、買い時ちょっと伺ってみましょうか
高田選手、自分が買い時って思ったところは。買い時、展示スタート展示で、まあ、タッチぐらいのスタートをいけてる時かなと。そういうことですか。スタート展示でタッチぐらいいけてるっていうのはそれはどういうことなんですか、ご自身の中では。そっからスタートの本番の修正がしやすいので、はい。だってあの菅文也さんが選手が言ってましたけど、やっぱこうチルト跳ねて伸びる時ってどこで伸びるか分かんないから、とにかくスタートが難しいっておっしゃってたんですけど。まあそうですね、自分自身はまあ大体予想してはいくんですけど、何メーターから伸び始めるかとか、どこで伸び止まるかとかを意識してみながら、はい、ペラ調整とかをするので、なるほど、はい、そこを大事にすると、はい、行き足とかお腰の部分っていうのは、なんていうんですかね、おざなりになるじゃないですけど、まあ、重要像で言うとじゃないところの方が大きくなってくるので、じゃあもちろん、はい、それで、そのタッチ近辺いけてたら自信持っていけるかなって感じです。それはいい買い時アドバイスかもしれませんね。ちょっとその時は気にかけていただきたいですね。もちろんレースだけではなく、はい、スタート展示からちょっとスリットのタイミングを見てほしいということですね、はい、いいじゃないですか、はい、こんな感じでいきましょう。西橋選手は、私はそうですね、周回展示の時の船の向きだったり、その初動の向きとかですかね。あとはまあ後期にかけてのなんだろう、上がり方っていうか、早かったら、あの足は来てますね。じゃあもうとにかくそれターンを見といた方がいいってことですよね、入り口出口みたいな。そうですね、私はもうターン命なので、ターンを見ていただければ。でもあの仕上がりが良くて気持ちよくターンできた時っていうのは体感も最高なんでしょうね。そうですね、やっぱあの来てた時はもう、よかった、自分の調整ちゃんと間違ってなかったと思いながら気持ちよく走れるんで、やっぱちょっとやっぱりポイントがそれぞれ違いますね、高田選手と西橋選手でもね。さあじゃあ行ってみようかな、実森選手、買い時のポイントは。私もでも展示の時の一周タイムがついた時とか結構乗りやすいので、そういう時はあの攻めていけるレースができてるかなって最近思いました。なるほど、やっと今その掴んだ感じなんですね、はい、自分の中でも結果に現れる時のパターンっていうのが。そうですね、なるほど。なんかそういうの聞くとまたちょっとね、応援する側も見方も変わってきますもんね。いいですね、ありがとうございます、じゃあ最後は中村選手はどうですか。そうですね、節感になっちゃうけど、こう、あのスタートがばらついてなくてこう、いい感じにいけた、まあ、ダッシュとか特にスタートはもう行く気で行ってるので、ダッシュはぜひ買ってください。もうあのすでに皆さんもやっぱり中村選手はペイペイさんも角が魅力的っていうコメントもいただいてます。ありがとうございます。やっぱりそういう時はね、得意のそのスタートっていうのは集中するますもんね。そうですね、まあでもペラーでスタートしにくい時とかが本当にあって、まあスタートがそこしやすい時は大体ターンもしやすいので、なんか全部つながって乗りやすい時は、ぜひダッシュで買ってください。いいですね。そういう笑顔を見たらとね、買いたくなってくるんですよ、ファンの方は。やっぱりね、水上の上では必死になって戦っている女子レーサーが、こうやってね、プライベートの時に見せてくれる笑顔っていうのは、なんか不思議とキュンときちゃうんですよね。
そういうねファンの方もたくさんいらっしゃると思いますので、もうあっという間にちょっと延長時間に入ってしまいまして、すっかり時間の方が経ってしまいました。なんか一瞬でしたね。ねえ、本当は1時間なのに、ごめんなさい、また喋り倒しちゃいました、すいません。そうなんです。じゃあいよいよですね、まあ、3日後になりますね、レディースオールスターがついに開幕というところで、舞台は桐生となりますので、最後にですね今日ご覧になっている皆さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは中村かなえ選手から。はい、初めて選んでいただいて投票していただいてありがとうございました。せっかく出れるので、まあ、それだけで満足しないで予選突破できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。期待してます、頑張ってください。はい、はい、そして実森選手。はい、もう私ももういろんな方の投票のおかげで出させていただけることができるのですごい嬉しいです。精一杯結果を出せるように頑張ります。よくできました、期待してます。なんかお母さんのような気持ちってこういうことなんですかね。さあ、そして西橋選手。はい、私はちょっと前節フライングしちゃったんで、まあ、でも強気なあの姿勢、攻める姿勢は、緩めることなく、キリも久しぶりなので楽しんで、最終日までちゃんとレースしたいと思います。応援よろしくお願いいたします。もうぜひファンの皆さんの声援を胸に頑張ってください。はい、そしてまくり姫の高田選手。はい、はい、今年もたくさんの投票ありがとうございました。結果でしっかり恩返しができるように優勝を目指して一生懸命走ります。最後まで諦めないレースなので見ていてください。はい、もうぜひ豪快なまくりを期待してますので頑張ってください。はい、というわけで今日はですね、選んでくれてありがとう、ファンのみんなと大女子会ということでお送りいたしました。これでファンの皆さんとは最後となりますので、最後に4人のスクリーンショットタイムということで3219でポーズ決めましょうか。それでは参りましょう。はい、皆さんレディースオールスター頑張ってください。3219スクリーンショットタイムですよ皆さん。ぜひスクリーンショットタイム、この写真を胸にですね、桐生で開幕のボートレースオールスターじゃなくてボートレースレディースオールスター、はい、頑張っていただきたいと思います。楽しみにしてください。ということで皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お別れとなりますので、最後に笑顔でお別れでしましょう。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。